青い森セントラルパークは青森県青森市にある公園。所在地は青森潮技浦町技橋本。かつての青森奏者場の跡地21.5ヘクタールのうち青森中央大橋の東側部分の大部分を使用して作られた公園。青森奏者場跡地の西部は青森信号場として現在も使用されている。 かつては日本国有鉄道生産事業団が現在の公園敷地を保有していたが解散に伴い青森県が約20億7000万円、青森市が約43億4000万円を投入し敷地を買い取った。公園敷地は青い森鉄道線の南側に位置する。青い森鉄道線沿いには大山桜が植樹されている。公園の最東部には 八甲田大橋があり、現在その下には歩行者、自転車専用の踏切が設置され、公園に北側からでも直接歩いていくことが可能になった。これに伴い八甲田大橋にあった歩道へ連絡する、階段がすべて閉鎖の後に撤去された。八甲田大橋の東側にあるかつての操車場への貨物用線路跡は、一部が道路やポンプ場になっている以外は荒れ地となっている。 包み川に架かる橋は2009年に撤去工事が行われた。企業と行政の協力のもとにこの公園は整備された。計画工事整備その他に青森総社場跡地利用研究会というものも存在し別個の形ではあるが、青森総社場跡地利用対策特別委員会委員と兼任している人もおり、跡地利用に関して共同の研究が行われているようである。 青い森セントラルパークの南部には、サンロード、青森などのかつての昭和50年代以降の郊外移転型ショッピングセンターが多くあり、実質上は新たな青森市中心部として機能しつつある。そのため、東北新幹線新青森駅開業後は2025年頃に新駅が設けられることが計画されている。また、現在の青森駅は、 青函連絡線の運行上の問題で、現在の敷地に立ったもので、実際には、初めからやや西に位置する上、新幹線開業後は、津軽海峡線接続列車の運行形態が複雑化することや、操車上跡地自体が高架化や地下化が容易であり、中心部に近い場所であることなどから、一部ではこちらに、青森駅を移設すべきとの意見もあるが、現在青森駅付近では、 商店の空洞化が進んでおり、それを防ぐためにも青森駅は移転すべきでないとの意見が根強い。青い森セントラルパーク条例、操車場跡地震駅整備に関する情報を提供に、ついて青森市2ページ。ありがとうございます。